どうも皆さんこんにちは、渡辺です。小家です。はい、小家さん、また今日もよろしくお願いします。で今日は、これですね、これなんだっていう感じなんですけどこれを使ってなんかまあ簡単にお団子できるスティックみたいな、こうビョンってなってるんですけど、これ使って、もう何もしないであのお団子作ります。で、スタイリング剤はバーム使って作っていくんで、これとこれだけでやっていきますんで、よかったら参考にしてみてください。では始めていきます。はい、では始めていきます。じゃあまあ最初にバームをしっかりとつけていきますね。やっぱまとめ髪なんで、やっぱり最初に結構つけといてあげた方が、まとめた時に髪の毛がしっかりと、なんていうんですかね、束感がしっかり出てくれるんで、なんかポロポロした細かい髪の毛が落ちてきづらいかなと思います。はい、こんな感じでしっかりつきました。はい、じゃあまずこれをつけていきます。ちょっとビョンビョンと伸びるんで、まあ、髪の毛の、まあ、全体的にちょっと下の部分でまとめて、これを輪っかを通しちゃいます。これぐらいで通して、で、それをぐるぐるっと上に入れ込んじゃいます。毛先をこうぐぐっと入れ込むような感じで、で、入れ込んだところで下にこうフックがついてるんで、フックのところを絡ませます。で、毛先のこう出てた部分を中にちょっとぐっとしまい込んで、まあちょっと出てても全然いいかなと思うんですけど、あとはなんか少しこうルーズに、なんか気持ちこうボワッとさせると可愛く見えるかなと思うんで、もうこれだけで簡単にお団子できましたね。こんな感じで、よかったら試してみてください。